皆さんごきげんよう、上川香織です。今回取り上げるのは韓国のムンジェイン大統領の側近中の側近、そして後継者とも目されていた人物チョ・グク氏について取り上げていきます。チョ・グク氏は理路整然とした物言いで政権に対する批判などをしており、その姿というのが国民に支持されていた人物でした。そのためムンジェイン大統領はこの人物をよく重用し、そのため政権の支持率向上にも寄与していたと言われています。しかしこのチョ氏を法務省に任命するという指名を行ったわけですが、このあたりから風向きが一変します。それまで正義を体現するような人物であるとして国民の支持を多く受けていたのですが、その身辺調査を行うと疑惑が様々登場するようになりました。そのために韓国国内ではこの問題が非常に大きな話題として取り上げられています。それではこの女子をめぐる問題というのが今どのような展開になっているのか、まずは記事をお聞きください。最側近の不正疑惑で大揺れ、韓国ムン大統領が迫られる苦渋の選択。大統領府、法務省にも通告せず一斉捜索、政界に衝撃。韓国ソウル中央地検の特捜部が8月27日、ムンジェイン大統領の側近中の側近で、次期法相候補のチョ・グク氏をめぐる一連の不正疑惑の捜査に電撃的に乗り出した。チョ氏には指名直後から娘の大学への不正入学や奨学金の不正受給疑惑に加え、父親が運営していた私学の相続や施設ファンドへの家族の投資などをめぐっても疑惑が噴出していた。超学歴社会の韓国で特権層の不正入学は政権を揺るがす破壊力を持つ。パク・クネ前大統領が弾劾に追い込まれたのも、知人の娘が不正入学したことに世論の怒りが燃え上がったのが一因だった。当時から特権層の不正入学を強く批判してきたチョ氏が自分の娘を例外扱いしていたとの疑惑には反発が一気に広がった。ソウル大法学部教授のチョ氏は SNS などを駆使した発信力に定評があり、パク・クネ前大統領を弾劾に導いたろうそくデモなどで世論を主導してきた。ムン政権では検察など司法機関の統括や世論の動向把握などにあたる民情首席秘書官を2年半務めた。対日批判や保守系メディア批判の急先鋒としても知られる。ムン大統領が放送関係者ではないチョ氏を法相に抜擢したのは、ムン政権が掲げる検察改革の実現にチョ氏の手腕を期待したからだった。チョ氏は当初、疑惑のほとんどがフェイクニュースだと一蹴してきた。だが世論の批判が強まると、娘の不正入学疑惑については父親として至らなかったと謝罪し、投資や相続で得た利益を社会に還元すると表明。その上で自身の疑惑については国会の人事聴聞会等の場で全て説明するとして正面突破する意向を示していた。注目の人事聴聞会開催が9月2日3日に決まった直後、検察が娘の大学など20カ所余りの関連先を捜索した。検察を監督する立場になる法相候補を検察が捜査するというのは韓国でも例がない。韓国メディアによれば、捜査着手は現職の法相や大統領府にも事前に報告されないまま、検察が電撃的に断行したものだったという。事前に著氏サイドに情報が漏れるのを防ぐため水面下で準備が進められた形だ。渦中の著氏は検察の捜査を通じ全ての疑惑が明らかになることを希望する。ただし真実でない疑惑で法務検察改革に支障があってはならないと述べた。あくまで法相就任を目指し聴聞会に臨む姿勢を崩していない。だが一連の疑惑に捜査のメスが入ったことで逆風は一層強まっている。任命強行か撤回か、ムン大統領の苦悩。想定外の捜査に大統領府にも激震が走った。大統領府関係者は検察の捜査にはコメントしないとしているが、突然の捜査には当惑が広がっている。それでも現時点ではチョ氏に指名を撤回するほどの決定的な疑惑はないとして、チョ氏を死守する構えだ。こうした中、チョ氏の圧力はじわじわと大統領府を包囲し始めている。チョ氏の疑惑が報じられて以降、ムン政権の支持率は2週連続で下落し、就任後初めて不支持率が 50% を超えた。聴聞会で国会の賛成が得られない場合でも、ムン大統領はチョ氏を法相に任命できる。しかし、任命を強行すれば、
20から30代の若年層が猛反発し、ムン政権離れが加速する恐れがある。また捜査の過程でチョ氏の疑惑が決定的になった場合の政治的リスクも大きい。一方、ムン政権の検察改革の象徴であるチョ氏が自ら指名を辞退したり、大統領が指名撤回に追い込まれた場合も、ムン政権は深刻な打撃を受ける。来年4月の総選挙にも影響が出かねず、ムン政権は対応に苦慮している。このようなチョ・グク氏の現在の状況に対して、世論はどう思っているのかといったところを中央日報が調べています。中央日報緊急世論調査、韓国法務省候補に賛成 27%、反対 60%、チョ・グク候補者を法務部長官に任命してはならないという世論が半分を上回っていることが分かった。中央日報の調査研究チームが23から24日、満19歳以上の男女1000人を対象にチョ候補者の任命に対する賛否世論を緊急調査した結果だ。チョ・グク候補者を法務部長官に任命するのに賛成するか反対するかという質問に、反対を選んだ人は全体の 60.2% だった。賛成するは 27.2%、わからない、無回答は 12.6% だった。このチョ氏についてまずは簡単におさらいしていきます。この人物というのは韓国国内においてはいわゆる正義の体現者として見られていました。腐敗した権力者であったり、権力を傘に来た人物について理路整然と非難を行い、その非難というのが国民の大いに支持を受けたということです。それは前政権のパク・クネ政権に対する批判でも大いに発揮され、そのことが評価されて、ムン大統領が重用し、そのことによってムン大統領の支持率の向上にもつながったと言われているような人物です。それでは一体このチョ氏に今どのような疑惑があるか、この点についても軽く触れていきましょう。詳しくは私が以前上げた動画というものがあるので、そこの動画を見ていただくと、疑惑については全て網羅されている状態なので、そちらをぜひともご覧ください。動画の説明欄にアドレスを貼っておきます。詳細については触れずに一気に概要だけをお伝えします。まず、チョ氏について言えば、本人と家族、そしてその親類の行っていた不正蓄財というものが、およそ3件から4件疑惑が持たれています。また、家族という面で言えば、チョ氏の娘さんについては、学力をまず偽装して、専門家たちが作り上げた研究論文の第一筆頭者、いわば研究の中心人物であるという学力をまず偽装を行っています。この偽装により、無試験で大学を入学しています。学力が偽装されているというその証拠として、彼女は落第をしているにもかかわらず、なぜか何度となく奨学金を受けているということも行われています。学歴社会の韓国においては、このような学歴を偽装して不正な入学というのを行うというのは非常に許されないことです。しかもこのような学力の偽装ができた背景には、チョ氏の権力乱用というものがあると見られています。そしてもう一つの疑惑としては、息子さんの兵役逃れです。これも韓国においては徴兵制が行われており、どのような人物であっても徴兵に応じなくてはなりません。もちろん一部の例外はありますが、しかし、チョ氏の息子がこの例外に当たるような人物ではないのは明らかで、5回も兵役を逃れたというのは、チョ氏が何らかの権力を乱用したというふうに見られています。これらの疑惑が本人であったり家族であったり親類であったりといった具合に様々に不正を働いていたのではないかという疑惑が持たれています。特に娘さんの学力の偽装などにおいては、もう素人目に見てもこれは明らかに権力の介入というものが行われていたと見るのは自然な流れでしょう。このような人物が正義の体現者として国民に人気があり、そしてムン大統領の側近として大統領府で権力を振るっていたという事実は国民にとって大きな出来事です。しかもこのような人物が次期法相法務大臣に任命されるとなればことはより深刻です。このような人物が権力を握れば一体何をしでかすかわからないというわけです。そのため中央日報が行った世論調査においてはほとんどの国民が反対しているという調査も出ています。しかし、チョ氏は頭のいい人物と知られており、実際にはこれらの疑惑について、いわゆる違法性という点についてはクリアしている可能性も指摘されています。そのため、チョ氏は自分がまず先手を打ちました。それは娘の件に関しては、不道徳であったといったような具合にして、
法律上の問題ではなく道徳的な問題として謝罪を行うことにして、まずは世論をなだめようとしたといった行動に出ています。しかし一方で疑惑をかけられた親類の中にはすでに出国してしまったといった具合に報道されている人物もおり、果たして本人以外については違法性に問われないかと言われればかなりグレーな状態です。しかも悪いことに、たとえ裁判で持ち込まれたとしても現在の韓国の裁判所というのはムン大統領の支持する人間に入れ替えが進んでおり、裁判においてもムン大統領の息のかかった人物が判決を行い、そのために裁判は公平性を欠くといったような意見が見られます。さてこのような人物の出来事というのがムン大統領の支持率に影響を与えているというのはまず事実のようです。ここ最近の世論調査を見る限り、経済問題の悪化であるとか日韓関係の悪化であるといったものも背景にあるのですが、総じてムン大統領の支持率は低下傾向にあります。ただし私には一つ気になることがあります。この件に関してムン大統領は明確な立場というのをまだ明らかにしていません。これは明らかに世論の動向をまだ様子見をしているという証拠だと思われます。このような人物がムン大統領の側近である、しかし疑惑まみれ不正まみれであるにもかかわらず支持率は 40% 以上を保っています。このことからムン大統領は世論の動向をもう少しだけ様子を見てからこの著氏の処遇について決定をするものと思われます。そこでムン大統領にはこの先2つの選択肢があります。それはまず第一に著氏については切り捨てるという戦略です。これは著氏をめぐる疑惑や不正についてよくよく考えてみると、ムン大統領が何か関わったのかという直接的な関与については今のところ疑惑すら存在していません。あくまでもムン大統領の側近が起こした不正もしくは疑惑といったものであり、そのことに大統領府が関わっていたのか、もしくは大統領自身が何か手を貸したのかと言われると、そのつながりについては今のところ全く見えていない状況です。ですからムン大統領が著氏を切るとなれば一つ手があります。それは国民と同じように私も著氏には騙されたといった具合にして被害者ぶることです。こうすることによって今まで重用してきたが彼の演技には騙されたという具合にして自分自身との影響を切り離すことができます。このように私も著氏に騙されたんだという具合にして著グク氏については切り捨てる、そして自分自身の被害が及ばないようにするという確率は80から90% あると私は見ています。では残りの 10% は何かといえば、この著氏を法務大臣にそのまま就任させるという手です。この著氏がムン大統領に忠誠を誓っているというのであれば、彼を最大限利用しようと思うのはムン大統領としての一つのプランでしょう。少なくとも岩盤支持層とも言われている人たちが未だに多くいて、ムン政権の支持率が 40% 以上あるというのは彼にとっては一つの大きな判断材料となるでしょう。今後ムン大統領が著氏をどのように処遇するのかという判断材料は3つほどあります。まず第1は何といっても世論調査です。この世論調査においてムン大統領の支持率が下がれば下がるほど著氏については切り捨てるといった判断に傾くでしょう。逆に言えば支持率が 40% 以上ずっと維持するようであれば、もしかしたら著氏を法務大臣に強行指名するかもしれません。判断ポイントの2つ目は、世論の支持率がどうかというのには関係なく、反ムンジェイン集会といったものの参加人数がどれだけ増えるかといったところです。支持率が 40% 以上あっても、逆に言えば不支持率は 60% あるわけです。しかしこの不支持率 60% の中でどれだけ強硬にムンジェイン大統領に対して怒りを持っているのかという点を測るには、実際にデモに足を運ぶ人の人数というのは見逃せません。現在でも反ムンジェイン政権といった意味においてデモは行われています。この人数がどれほど増えていくのか、もしくは変わらないのかといったところも、世論調査のような実態のないものについてよりも、より実態のある行動にどれだけの人が移るかというのは判断材料になるでしょう。そして3つ目です。この3つ目の材料というのは、著氏の娘が持たれている不正入学事件、もしくは
奨学金の不正受給に問題に関してどれだけの若者たちが反発をしているのかといったところを見ることです。現在でもすでにソウル大学とコリョ大学においては著者に対する抗議デモというものが行われています。参加人数に言えばソウル大学もコリョ大学にしても第1回集会というのは500人ほどしか参加していませんでした。しかし9月になったらこの人数は増えるのではないかと言われています。それは大学が現在は夏休みの時期に当たるため、この夏休みが終わり、大学生たちがキャンパスに戻った時、この抗議集会というものの規模がどれだけ大きくなるのかといったところも大きな判断材料になるでしょう。ちなみに報道によれば、ソウル大学における抗議デモというのは第1回の人数が500人、第2回行われた抗議では300人増えて約800人ほどになったそうです。ですからこの後夏休みが終わり、学生たちがキャンバスに戻れば、これがどれだけ拡大するのかというのは要ポイントです。このように述べてきましたが、基本的にはこの疑惑というのは、ムンジェイン政権にとってはダメージにはなっても決して支持率向上につながる話ではありません。どのように話が転んでもムンジェイン大統領の株は下がるわけで、そのことが来年の総選挙において与党に対しても逆風になるのは間違いないでしょう。このニュースについて皆さんはどのように考えでしょうか。ぜひともコメント等を書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録をしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。